どうも、レウンゲーム TV です。今回は大晦日ということで、年越しに関するレアな小ネタを集めてみました。あつ森の年越しといえば、広場のカウントダウンで盛大に盛り上がるのが最も主流の過ごし方ですが、しかし、ごく一部の住民たちは広場に行かず、自宅で年越ししています。この住民の家に年越しの直前に訪問して、ニューイヤーハットをかぶっていない状態で話しかけると、ニューイヤーコールがちゃんと仕込みがあるよ。さあ、実家通るって一緒にやるの、カメラも回るよ、けどそのままニューイヤーハット走りしてるね。ちょっとルールでしょ、走らないで。あら、おいん、おえ、ガジナン忘れるぞ。ひそいじ、あま、ひそに食べ物、ひそさん、おじ。どうだ、おいらしは、出ます。このように、年越し目前にニューイヤーハットをかぶっていないと指摘される専用セリフがあり、ここでご要望に応えて、お揃いのニューイヤーハットをかぶってもう一度話すと、おまのニューイヤーハットもかぶりじゃん。バッチ決まってぞ。こう入れ込むのは、やっぱり2杯な。お茶、もう上がってしまってます。おじいおじむたち、おらじみあちらね。いいよ、頼むよ、クリン。あんたら、ご不自由だけど、表側に、けれど、ニューイヤーハット、よくあってるよ、援軍。そのニューイヤーハット、あんなにするんだってな。そしてホームがされるだけだって、きっとハッピーするになるよ、あら。と、実は全ての住民に、年越し直前に訪問してハットをかぶっている時とかぶっていない時のセリフがそれぞれ用意されている。細かすぎる。また、年越し5分前になっても家にいると、あ、ごめん、しないしに、にされもあったね。わかってるよ、ちょっと虹は、あら、なに、あ、ごめん、もういぬか、くぞ、なかおす、なかおす、なかおす、このように5分前からはまたセリフが変わり、目前になっても広場に行かずに家に居続けると、もう見てろ、俺今に食べろ、ほらおろんちょにおろしてんてならはいんでよ、ワン、エンブン、マジでこの俺話を進んでくるの、うわり、人の瞬間にキリリちゃん見れるんで嬉しいな、クリン。あら、これ欲しいこしろ、そうじゃいいんだったらリンベロラに倒れんよ。足、腰はエレリック自己心の、ここに入ってるのは何にするかね、あら。と、残り5分を切っても広場に行かないと、指摘されたり一緒に過ごすことを受け入れてくれたり、残り5分だけの専用セリフも用意されている。って言ってそばが、どばになんでね、天狗に。そして、11時59分になり、年越しのギリギリになると、さ、どんじもんだね、ランボロンだ、でん、もう、マジかせろ、ケロロ、あ、もうすぐに、あら、あ、さらば、いくぞ。と、11時59分からの1分間だけの、住人の家にいるとき限定のセリフも用意されており、一部の住民は年越しのギリギリに話しかけると、え、コンビニでなしかぶさ、もう欲しいあげるぞ、あの、話しかけるタイミングが悪すぎて思わず突っ込まれてしまうセリフまで、え、コンビニでなしかぶさ、もう欲しいあげるぞ、出ます。また、このまま新年を迎えると、0時を過ぎた瞬間に住民たちがテンション高く踊り始めますが、ここでも話しかけると、ねえねえ、ハビロスするよ、新年限定であるね、ぜひ、ロン、
つらは、いつらで、おかんじんだろうな。まあ、いえだけ、おわべり、おわべるマシンで、わい。と、窓から音や光が差し込む外の花火に触れるセリフがあったり。年越ししてもずっと家にいると。あは、ハロウィンハロウィンの。おしげにしてないで、見に行っちゃいたいよ。オンドルミハは、魔法拾ってればいいんかな。あらら。ただのお店に寝るしろ。自制でいいね。自己でいいんだな。自悪に価格いいのに。ほんとはいいが、気に入ってんでよ、ケケロ。花火は見に行かなくていいのか聞かれたりと、様々な専用セリフが。年越しの住民の家だけで、どこまで細かくセリフを仕込んでいるんだ。以上、年越しの小ネタ集でした。